モスクワのマールイ劇場での上演風景、結婚申し込みは、ロシアの劇作家、アントン・チェーホフによる儀曲、全逸幕の喜劇。1888年に執筆され1889年4月12日に、初演。放題は場合により送りがな付きの、結婚申し込み、結婚申し込みと表記することがあるほか、犬、申し込み、プロポーズなどの別題もある。 人名は役者により、表記揺れがある。チュブコーフの屋敷に、婚意にしている隣人のローモフが訪れる。清掃の塩味服姿であることを不思議がるチュブコーフに、ローモフは、娘のナターリアに結婚を申し込みに来たと告げる。これを聞いたチュブコーフは涙を流して喜び、ナターリアを呼びに行く。部屋にやってきたナターリアが要件を尋ねると、ローモフは、興奮を抑えながら、手始めに、 これまでの親族同士の付き合いについて話す。この中でローモフが自身の所有地の名前を挙げチュブコフ家の土地と接していると語った時、ナターリアは話を遮り、ローモフが挙げた土地は自分たちのものだと主張する。ローモフはこれに言い返すがナターリアは応じず、以降、二人の会話は激しい口論に発展する。この騒ぎを聞きつけ部屋に入ってきたチュブコフが事情を聞くと、 チュブコーフはナターリアに同調して、ローモフへの批判を展開し、興奮でふらついているローモフは、チュブコーフに追われるように屋敷から立ち去る。その後、怒り神道のチュブコーフがふとローモフの結婚申し込みの話を口にするとナターリアは、驚いてあてふためき、ローモフを連れ戻してとチュブコーフに叫ぶ。屋敷に戻ってきたローモフにナターリアは宣告までの、比例を謝罪し、 仕切り直しに、互いの両犬について話し始める。すると、どちらの犬が優秀かの話題で再び言い争いとなり、チュブコフは、ナターリアの側について、ローモフを批判する。ここで、興奮が、頂点に達したローモフはその場で卒倒してしまう。これを見たナターリアは、ローモフが死んでしまったと悲鳴を上げ、チュブコフも動揺するが、ローモフは、直後に意識を取り戻す。 チュブコフは早く結婚してくれと言い放ち、ナターリアは結婚に同意してローモフと口づけを交わす。二人は幸福感に包まれるが、ナターリアが先ほどの犬の話を持ち出すとまたも言い,い争いになる。この様子を見たチュブコフは早速仲のいい夫婦生活が始まったと歓迎する。ありがとうございます。